万国駅は大韓民国関温度厳州市万国道にかつて存在した韓国鉄道公社中央線の鉄道駅である。駅舎内、プラットホーム相対式ホーム2面2線とその間に通過線1線を有する合計2面3線の地上駅であった。駅舎は1番線ホーム側に存在した。駅の前後が単線のため中央線を行き交う貨物列車などが 万国駅で一時停車し、列車交換を行う様子がよく見られた。駅舎は開業当時からのもので、大韓民国文化財庁により、登録文化財第165号に指定されている。朝鮮戦争で駅周辺は激戦地となったものの、奇跡的に焼け残った。ソウルから鉄道で1時間程度という近さもあり、2004年の MBC 制作、コムスク域の記者など、 映画やテレビドラマのロケ地としてもよく使用されていた。また、駅舎周辺には桜の木が多数植えられており、3月末から4月初旬にかけて桜が満開となり、厳州市の桜の名所ともなっている。駅は韓国政府系の公的機関が移転して、形成された革新都市の東の外れに位置しており、小建ての住宅地の背後の丘に駅がある。 そのため周囲は閑散としているが、朝夕の塗りロム軍派豪邸者時には、ソウル首都圏などから元州革新都市の職場に出退勤する人々の姿が見られた。朝鮮総督府官報国示第801号、大韓民国官報鉄道庁国示第15号。ありがとうございます。